感想のほどは。7つの大罪の団長の まさか拳一つでわしの鎧を打ち砕くとは。見事とでも言うと思うかバカめ。いつまで耐えられるかな。トリプルアタック。
シアルのみ。いつまで耐えられるかな。あまり無理するなよ。極炎鳥。いつまで耐えられるかな。どうしたよ、感想のほどは。鎧などは薄皮の一枚にすぎん。わしの真の鎧は離れに勝るこの肉体。さあどうする。こわ、しょうがねえ。お前は俺の大切なもんを傷つけた。それがお前の罪だぜ。聖騎士様、一撃で。本物だ、本物の七つの大罪だ。いやー、本当にこの塔なのか。間違いないよ。僕を前にして嘘をつけるような兵士には見えなかったもん。そっか。しかし物の見事に物気の殻だね。聖騎士吹っ飛ばしたのがよっぽど答えたんだろう。しょぼい連中だぜ。この子だ。医者の娘、間違いない。連れて行くぞ。リュックにもう一人入るか。うん、大丈夫。大丈夫か。うん、気絶してるだけ。ボン。あ、団長。再会早々、何この雰囲気。なんかやばい予感が。正解、僕の後ろに隠れた方がいいよ。ボン！団長！なんだ、むちゃくちゃ仲いいじゃんかよ。うん、団長。団長もほーら。どういうこと。ほっといていいよ。
トリプルアタック。あまり無理するなよ。フルカウンター感想のほどは。なんだよ、すっかりなまってると思ったら元気そうだな。レディーゴー。 なんだ昔からあの二人ってこんな感じなんだ。どんな感じだよ。子供だよね。団長との戦績は720戦中俺の361勝だよな。お前寝ぼけてんな。俺が361勝だ。団長、みんなた顔も可愛い。そんなこと言ってる場合か。中に入ったようです。いかがしますか、ゴルギウスさん。さすがと言っておきましょう。だがその強さはあなたたち自身が苦しみもだえる死を招いてしまった。それは呪言の玉。これは英語封印術。タイラントドラゴン10体をもってしても破壊不能の強力な隔離魔法衝撃。7つの大罪はこの閉ざされた檻の中で朽ち果てるのみ。いつまで耐えられるかな。いただくぜ。Thank you.
とめを刺してやるよ。行くぜ。トリプルアタック。もう終わりです。いいところを見せてやる。はっ。これ以上恐らせるなよ。いただくぜ。そう、これだよ。バカな。これが七つの大罪の力だというのか。一旦撤退します。え、ちょっと。何か作れってのかよ。悪くはねえんじゃねえか。
さて、
セレット、無事でよかった。お父さんこそ、私てっきり。生き返った？恥ずかしながら、医者の私にもなぜ生きてるのかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだから、それでいいんじゃねえのか？じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士が、この町に乗り込んでこないとも限らないからな。メリオダス君、何か、礼をさせてくれないか。せめてささやかな食事でも。それじゃお言葉に甘えるかな。毒入りは勘弁な。エリザベス、改めて紹介する。暴力の罪、フォックスシーンのバンだ。ま、
よろしく頼むわ。そういや、ディアンヌも久しぶりだな。僕はもう100年君と会わなくてもよかったんだけど。エリザベスです。こんな格好で申し訳ありません。いえいえ、王女様、うちらは無礼講です。4人で仲良くしようぜ。5人だろ、5人。あ、ボケんなよ団長。4人だろ。5人だろ。頭のネジ緩みすぎてんじゃねえのか。あ、誰だ。俺だ。豚が喋ってる。今さらそこで聞けるか。嘘だろ。人の言葉喋る豚なんて全く無意味だろ。分かった、お前キングだろ。そっか、呪いをかけられてついに豚になっちまったか。違うよ。言っとくが、俺はただの豚じゃねえ。残飯者力士団団長ホーク様だ。すげえ、全然聞いたことねえ。父さん、空を。これはまるでブリタニアの古い歌の一節の。一点を流星が十字に切り裂くとき、ブリタニアを次第の脅威が見舞う。それは古より定められし試練にして、光の導き手と黒き血脈の聖戦の始まりの兆しとならん。
Thank you.
あまり無理するなよ。いつまで耐えられるかな。どうしたの？感想のほどは。
ガキが行くぜ。うらちょわいつまで耐えられるかな。決まっていた勝利勝利だ。